はい、皆さんどうもこんにちは、リムと申します。本日もよろしくお願いします。本日もスニーカー会でございます。ボスに来ていただいて、飽きずに買ってます。やってるな、また買っちゃった。これあれだね、普通にナイキの、そうです、スニーカーズです。変えたってことだね。これは変えた、変えたし、なんか知らないけどこの色に生きないのかな。このシリーズみんな完売なのに。ああそうなんだ。そうということで、今日はこの一足をちょっとねご紹介していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで今回購入してるのはこちら。何これ、コラボ。そう、オランダのストリートブランドのパタっていうところのコラボものですね。オランダ、オランダそうなんだ、そのブランド自体も知らねえしオランダのもので思いつくものおー、なるほど、思いつくものあんまりないけど、こちらです。エアマックスっすな。そうです、ワンですね。ワン、はい。でも切り返しもちょっと変えてあるってことだね。そう、ね、この波型の、ね、特徴みたいですね。この素足の周りにね、シルバーのパーツがついて、うん、レザーってことだよね。レザーです。なんか独特だよね、ちょっとしらけたようなエンジンというか。そう、かすれた感じですよね。うん、なんか中古加工風な、うん、エアブラシ拭いたというか、本当はね、そのベーシックな感じ、うん、まあそうだね、真っ白っていうよりはこのソールもちょっとクリームっぽい感じのソールだもんね、うん、そう。これはこれはね、おまけでついてくるアクセサリーです。あ、そうなんだ、うん、え、このおまけついていくらするのこれ。これね、23,500円です。あー、まあそんなにか。そんなにでもコラボものにしてはまあ良心的。うん、そうだね。かなって。特にプレネ系でもないの。そう、だから今この前に2個出てるんですけど、うん、青、水色とオレンジかな、形同じで、形同じで、うん、まあ、ちょっと素材とか違うんですけど、うん、定価は割れてますね、スニダンさんとか。ああそうなんだ。まあやっぱりオフホワイトとかみたいな、ないよね。なかなかちょっとマニアックではある。これはブレス。そうですね。なるほど、こんな感じで、まあ、シルバーではね、もちろんないと思うけど、うん、そういったちょっとしたおまけが好きです。結構デカめ、デカめだね。俺向きか、うん、手首の細い方がガバガバだと思うもう抜けます、俺はそのまんま、手もちっちゃい、手もちっちゃい、そのまんまつけといていいんじゃないアンクレットにできると思う。真面目なこと言うと、そうだね、もしかしたらそうかもしれないね、シューズだし、うん、僕だとちょうど腕でいいと思うんですけど、うん、なんかそんな気もしないでもない。 そのいうおまけがついてるのは、まあ、こんなおまけがついて23,000円。そう、税込みで、まあ、それじゃあって感じかな。ちょっと一応試してみます。あ、足首だとちっと足りないできなくないけど、ブチっていきそうみたいな。逆に言うと細い方ならいけるかも、あ、うん、っていうサイズです。微妙なところだね、うん、結構大きめって感じ。まあそのまま伸ばしてなんかキーリングの代わりみたいなね、キーホルダーというか、あ、そう、チャームみたいにしてもいいかもしれないですね、うん、なるほど。そうか、このパタっていうところを知らないからね結構人気あんのかな。そう、なんかね、意外とあるみたいですよ。なんか東京にもちゃんと進出してきてますし。でもこのデザイン的には単純に面白いと思うけどね、うん、この波型の切り返しとかは結構スニーカーで、うん、色の雰囲気はなんかあんまりライバルメーカーというかのあれも出したくないけど、ニューバラっぽいじゃないですか、なんとなく。あ、だからちょうど色も相まって、そうね、僕個人的にはすごく買ってよかったな。まあ色的にはなんか使いやすそうだけど、ポイントにもなるような配色というか、重すぎない感じでいいかもしれないね、うん、ちょっとニューバランスさんは高くて買えなかった。いやいやいや、23,000円で買わないでしょ。まあ今ニューバランス高いからね、3万円するから。そうだから、これこそ USA 製だと3万超えるんじゃない。そうだね考えると2万円なんで、うん、確かに。まあいいかな。
エアマックスってないよね、そういえば。あの、この間あれ買いました、BW は。うん、でも ほとんどないでしょ。ない。やっぱ合わせるの難しいじゃないですか。ランニングタイプがそんなないもんね。そう、ランニングタイプって、やっぱりジーンズすげえ好きで履きますっていう人だったらいいと思うんですけど。あ、そうだ、ね、難しいんですよ、僕のスタイリングと体型的に。なるほどね。ザ・おじさんになりかねない、下手すると。あと、ここにもちゃんと。ちょっとこの質感伝わるのかね、この中古感というか、うん、いやだから多分ね、公式のサイトで見た感じも多分全然その今撮ってる絵面と全然違いますね。このしだけた感じ、なんて言うんだろう、そのね、マルーン色、うん、が普通にだと思ってたんですよ、ここ、うん、ふひってびっくり、こんなにかすれてんだ、この辺ね。ちょっと光の加減でだいぶ違うと思う。変わりますよね。そうそう、だから今動かしてるだけでも全然見え方違う。そうそう、だそれがちょっと、もしね、購入された方は色のイメージが違うっていう可能性もあるんで注意いただいた方がいいかもしれないですね。まあちょっとヴィンテージスニーカーっぽい雰囲気のオールドスニーカーが好きな方はハマるかな、うん、そうだね、っていう感じ。まあ色のテイストもそんな感じだし、そうそうそう、だから一番これだけはね、まだ現サイズによりますけど買えるんで。なるほど、公式で。まあじゃあちょっと、まあ上げるのか、公開がどうなってるか分かんないけど、タイミングでちょっとね、どうか分かんない、多分残ってると思うんですよ。なるほど、だそうなんで、ちょっと一応ナイキの方のね、ページ見ていただいて、はい、ということで今日はね、この、はい、ナイキはそろそろ抑えめにしていく、エアマックスですね、はい、のパタと、パタだよね、パタとコラボの紹介をさせていただきました。まあスニーカーは必ず、まあ、ボスが買ってる限りはやってくんで、まあ自身もなんかスニーカー買えばもちろんやるんだけど、まあスニーカーに限らず靴関係も、そうだね、そうそう、いやお金がなくて買えないだけなんだよね、靴、そうそう、なかなか靴買いが靴そろそろ整理しないとな、そうそう、あれなんだけど、ぜひ好きな方はもうチャンネル登録いただいて、グッドボタンを押していただけたらと思っております。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。